イラクの地方行政区画は19の県に分けられている。また、自治地域として、クルディスタン地域が存在し、アルビール県、ドホーク県、スレーマニア県、ハラブジョ県の4県が所属している。現行のイラク憲法では、自身を連邦国家と規定しているため県ではなく、州と訳す場合があるが、実際に自治権が中央政府より譲渡されているのは、クルディスタン地域のみである。 そればかりか、イラク全土で連邦制であること自体浸透していないという EN ディストリクッツ・オブ・イラクを参照イラクの海区文献はカダーと呼ばれる自治体に分けられている。1990年8月8日、イラクはクウェート共和国の併合を宣言し、8月28日にクウェート県ともとして大きく3つの行政区域に分け、また残り一部をバスラ県に割り当てた。 しかし、1991年に多国籍軍の攻撃が始まりイラクは敗戦。クウェート県は独立国クウェートとして消滅した。湾岸戦争終結から約23年後の2014年3月16日、イラク政府はスレーマニア県を分割して、ハラブジョ県という19番目の新しい県を設置した。しかし、2015年3月現在は過激派組織。 アイセルなどの武装勢力による内戦で国内が混乱しているため、ハラブジョ県の整備は思うように進んでいない。他にも、イラクは2014年1月22日に、ハラブジョ県以外に、続くオーマート県、ファルージャ県、ニーナワー平原県の計算県の設置を決定したが、これまた設置までには至っていない。なお、これらの県が追加された場合には、イラクは22県となる。 イラククルディスタンの代わりゆく、権力構図第4回議回選挙の結果からマイナス。中東協力センター。2017年9月28日閲覧、シティパブヤレーションで、イラクハット STATOIDS.com、イラクハット、エウロペタークマンフレンドシップス、ザイラキーキャビネットディスイズ s 2フォーム3 New g o v e r n ありがとうございます。